皆さんこんにちは。日本将棋連盟の戸成竜馬です。初心者に役立つ手筋、駒の動かし方の次に気をつけること、今回も学んでいきたいと思います。今回は中盤編その2となっております。はい、それでは早速行ってみたいと思います。この局面はですね、先ほど序盤編でも習った四間飛車という戦法、美濃囲いですね、に対して先手は居飛車、船囲いという囲いですね。そして注目すべきはこの形なんですね。この銀がどんどん飛車の前に出ていってますね。これを棒銀というふうに言います。棒銀戦法という攻め方です。この棒銀戦法の攻め方を、中心に数の攻めというのを今回学んでいきたいと思います。中盤ではまずは歩をぶつけるところから、スタートするんですけれども、かといって闇雲にどこの歩をぶつけてもいいというわけではありません。例えば2四歩、このように攻めてしまうと、これは同歩と取られて、ただで歩を取られてしまったということになります。ここで大事なのが数の攻めという考え方です。ここでは3五歩とこちらの歩をぶつけるのが好手となります。この時に注目していただきたいのは、この歩をぶつける場所の数ですね。どれぐらい駒が効いているかというのを数えるというのが大事ですね。この地点ですと、まず銀と歩、この2枚の数が効いているという考え方です。対して、振り飛車側は、四間飛車側は、この歩1枚しか効いていませんね。ということは、ここは2対1の関係というふうに言えます。2対1ということは数で勝っているということですね。この考え方を数の攻めというふうに言いますので、覚えておきましょう。さあ、そして3五歩とぶつけていきます。この時にもう一つ大切なことは、歩から行くということですね。歩を進める、いくらこう数で勝っていると言っても、こう銀から行くのはいけません。同歩となった時に、銀と歩の交換で大きな駒損になってしまいますね。なので、基本的には弱い駒から先にぶつけていくのが基本となります。これで同歩と歩がぶつかったら取るというのは基本でしたね。取り返しますが、同銀と取って、まずは棒銀のこの銀を一つ前に出すことに成功しました。ここで後手は3四歩と守ってくるのが考えられる一着です。この手に対して、まず、同銀と取ってしまうと、今度は数で負けていますね。この3、4の地点は、銀が一つ効いていますが、あちらも銀が一つ効いていますので、1対1の関係ということは、先に動いていった方が取られて、数で負けてしまうということになります。また次に3五歩と銀を取られてしまっても失敗になりますので、一つ考えられるのはまた2六銀と下がる手ですね。これもあるんですが、ここではもっといい攻めがあるので、それを考えてみたいと思います。この局面では2四歩とさらに歩をぶつけていくのが好手です。これも数の攻めという考え方なんですね。ただまずは銀が取られてしまいそうなので、それが心配に見えるかもしれませんので、そちらをやってみたいと思います。3五歩と銀を取ります。この瞬間に銀を損してしまいました。ただこちらは2三歩成と
歩を取り返すことができます。ここで注目していただきたいのはこのと金ができたというところですね。と金という駒は非常に大きな駒となっています。瞬間的にこう銀を取られてしまったんですけれども、次に3三と角を取る手を狙っています。が同桂と角を取ることに成功しましたら、角と銀の交換になっているわけですね。角と銀の交換ということは駒得ですね。なので2三歩成に対しては角を逃げなくてはいけません。1五角と角を逃げる手は考えられますが、ここで1六歩とさらに角を追いかけるのが好手となります。この局面をよく見てみますと、実はもう角の行き場がないんですね。この辺りどこに行っても例えば3七角成となっても桂馬が効いていますね。同桂と結局角を取られてしまいます。ということはこの局面で先に銀を取られてしまいましたが、このと金を作ったことによって必ず角を取り返せる局面になっているということですね。なので駒得を狙えるということになります。またこの局面に戻りまして、ここでは2四同歩と取る手も考えられますね。ただこの時に生きてくるのが先ほどの数の攻めという考え方です。今この2四の地点の数どうなっているでしょうか。この銀と飛車2枚効いていますね。対しまして後手は角も1枚しか効いていません。ということは数で勝っているということですね。数で勝っているときは2四銀と同銀と取ることができます。同角と取られますが、同飛車と取り返した局面はやはり角と銀の交換で駒得になっていますので、棒銀成功というふうに言えるでしょう。ではこの局面に戻りまして、今度は少し飛車の位置を変えて再度棒銀の指し方を見ていきたいと思います。先ほどの四間飛車から今度は向かい飛車という形になりました。この場合に先ほどの攻めをするとどうなるか動かしていきたいと思います。まず3五歩とぶつけるのが先ほど同様考えられる攻め方ですね。これも数の攻めですね。銀と歩2枚効いています。あちらは歩の1枚しか効いていませんので数で勝っているということですね。以下同歩同銀と同じように進んでいきます。そして3四歩と歩でしっかり守っておきます。この3四の地点の数で負けているというのは先ほどと同じですね。同銀には同銀と取り返されて銀を損してしまうので失敗となります。先ほどの四間飛車の時にはここで2四歩と仕掛けていくのがいい手ということでしたが、今回はどうなっているでしょうか。今回も3五歩と銀を取る手はあまりよくありません。やはり2三歩成と乗り込んだときに、今度は先ほどとしか違って飛車が2、3の地点に効いているんですが、こちらも2、8の飛車が効いているので結局同飛車に同飛車なりと取り返されてしまいますね。この2、3の地点の数は居飛車の方が多かったということですね。こうなると飛車と銀の交換ですので飛車の方が価値が高いですね。さてこの2四歩と突いた局面に戻りました。
今度2四同歩と取るとどうなるか見ていきましょう。今回、まあ、2四歩とぶつけましたので、まあ、同銀と取っていきたいところなんですが、この場合はどうでしょうか。この局面でしっかりと数を数えてみましょう。飛車と銀2枚がこの2四の地点に効いています。対して後手の守りは角と、今回は飛車もいますね、2枚守りに効いていると言えます。ということは2対2の関係ということですね。2対2の関係ということは同銀と取りましても同角と取り返されてしまって、同飛車と取りましても最後飛車で取り返されてしまいますね。このように進むと角を取ることはできましたが、飛車と銀2枚取られているので駒損となってしまいました。これは先ほど2対2の関係で先に攻めてしまったので数で負けてしまったということですね。なのでこの3四歩と打たれた局面では2四歩と突いてしまうと数の攻めで負けてしまうので失敗に終わってしまうということが分かりました。というので、ということで、いきなり攻めていくのは少し難しそうだということで、今回は2六銀と下がることになります。こうなれば結局お互い駒の損得ありませんよね。なので、ここから難しい互角の勝負が続くことが予想されます。はい、今回中盤編ということで中盤の戦い方をいろいろ見ていきました。この棒銀の形から歩をぶつけて、その後数の攻めというのが非常に大切になってきましたね。この数の攻めという考え方は今回棒銀という形で解説しましたけれども、いろんな戦法、どんな戦法でも必ず応用の効く考え方となっています。まずはしっかりこの数の攻めというのをマスターして、そして、棒銀やいろんな戦法をどん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 試していただけたらというふうに思います。ありがとうございました。